私の事務所から。はい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 、はい、お邪魔しておりますね。お邪魔してください、前も一回ここで、ね、ここやらせていただいたバナエということで、はい、普段の寝返りみたいにうん、おのおののキャラクターではなく、はい、もう素でね、素でそうですね、いくということで暴かれていこう、暴かれていくのか、そうそう、もう暴かれていくのか、ね、そうですか、引きらかしていこう、それやりますか、これまあまあ世界発信できるツールですからね。そうですね、そうね、そうね、ちょっと心配ですけども、まあまあいいでしょう、はい、自己紹介的な感じもやってみます か、 そ う、 す、ね、はい、かそうですよね、はい、さっき出てたんじゃないですか、自己紹介。あ、なんか亡くなりましたね。いや、あれ出てた、出てなかった。あ、というわけでね、今日はいつものスタッフさんたちも後ろに、はい、妖精さんたち、妖精さんたち、いつも妖精さんたちと言われてる人たちも後ろにいます、はいはいはい、健康なね、人たちがね健康なんですよ。いつ会ってもあの妖精さんたちはもうしんどい眠いやつ言ってますからね、うん、あのでかい妖精さんはずっとなんかこう言ってますから、ちょっと本当になんかちょっと一回健康診断とか受けた方がいいんじゃないか。あと最近もうなんかつぶやく、もうゴジラのことしか言わないあれどうだ、おもろいよ、シンゴジラは超おもろい。え、その話して俺ゴジラゴジラになっちゃう。僕はね、あのタケさん の、 うん、面白かった絶賛で、うん、一回その僕マッドマックスでやられてるので、あー、マッドマックス、いや、なんでマッドマックスに関しては僕も絶賛、そうでしょ、絶賛派、絶賛じゃないですか、ね、で絶賛する人多いけど、うん、で、ね、最近会うと僕はちょっとマッドマックスは悪くないですけど、そうそう、悪くはない、全然いいですけど、ね、そんなね、2回見るそうだね、うん、2回っていうね、マッドがマックスですよ。そうね、でもね、マックスやった、マックスやった、ずっとマックスやった、ずっとマックス、頭からケツまで、全然ええやつやんって感じだったけどね、誰マックスか、うん、あ、マッドじゃないってことでしょ、マックスか、あの強さがもうマッドってことでしょ、もうあの不死身な感じが、強さがマッド、うん、マッドってどういう意味、くる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 、もうあのもういろいろね、いろいろマックスや、マックスでした、うん、まあ、行って帰ってくるだけの話だけど、行ってこいの、そういうの終わりやん、いや、ほんま、もう行って帰るだけ、もうどうして帰ってきたらやんけみたいな、そうそう、あの面白さがまあいや、そうだからシンゴジラもほんとネットではすごいから、今そう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 、ちょっと見たくなってるんですよ、やっぱさすがに、僕もあ、ちゃんは見てない、あ、そうですか、あのうちのあのサンデーのこまちゃんも出てるらしくて、あ、ほんと、そうそう、見てないねんけどね、うちもまだ、なんか誰かが言ってたよ、あのやっぱり小劇場の役者さんが結構出てると、うん、なんか新幹線の人らもいっぱい出てる、そう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 ここにだカメラとかスタンバイするでしょ、うんうん、その間もずっと喋ってましたから、あ、そのゴジラの話、ゴジラの話30分以上喋ってました、一人でずっと喋ってました。え、マッドマックスとゴジラやったらどっちが、あ、そう、俺もそれ今聞きたいかもね、どっちがいいの、どっちがいいの、僕はゴジラです、あんなにマッドマックス面白い言ってたのに、うん、圧倒的にゴジラ、ゴジラの方がよかったゴジラ最高っす、今日はこれピローンって出てくるんですか、やっぱり何が、あの、なんかつぶやいたら出てくるんですか、これシャナナモンです、あ、名前が、あ、あとあの宮ヶ崎です、そうそうそう、見てくれてある人がこう福山俊郎です、はい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 、打ち込んだらここにピローンとか出てくるんですか、うん、ね、出そうかなと思ったんですけど、あ、おっと、もしこれ見てくれてある人でゴジラ見張った人がいたらね、今ロビンソンさんちょっと待って、あのゴジラ見てないでしょ、見てないでしょ見てないでしょ見てない、僕も見てないです、あ、そうですね、何を語ってんのへーしか言わないっていう、いや、なんかこう見たくなる感じになるかもしれんやん、はっきり僕見る気ゼロでしたからねなんでここでさ、見てないのになんか批判めいた感じで、違う違う違う、そうだよ、そうだよ、ちょっとおかしい、おかしいな、ベクトルに働いて、だから、でもあんだけもうみんな褒めてるからもう見ようかなと思ってますよ、見たいから見言うなら見たい言うなら見たいと思ってましたけど、誰も止めてへんから見ましょう、見ましょう、見ましょうよ、見ましょうよ、そうですか、そうです、世の中オリンピックもね、始まりました、あ、いいですね、見てます、見てないです
今日は。ね、見てる見てる。見てる、ね、見てないよ。開会式見た人、はい、こんなので開会式見た人。ゼロ人。ゼロ人。ほら、引きこもりの集団ですから。引きこもりはテレビ見るで。見るか。ネットしか見らへん、引きこもりは。違う、外に出てるからテレビを見ないんです。あ、逆か。そうそうですよ。でも引きこもりの客はなんやろ。表で。表で。荒っぽい荒っぽい。出たがり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 。外出たがり。出たがりやからみんな見てない。見てないね。だって今夏ですよ、季節は。はい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 。夏をこう満喫してますかも。暑い暑い言うてさっき文句言うてたやん。外出たなよみたいなこと言うてて。暑い。いや最近の暑さはもう。もうすごかったよ。だから今日も来るときに、なんかお酒が、どこのコンビニも酒が高いやん。そう、そうやねん。どういうことどういうことどういうこと。もうね、ここ来る前に、スーパーあるやん。はいはい、ありますね。もうね、チューハイが全部ぬるいねん。え、ぬるいからカゴ持ってきて、カゴ返してん。うわ、もう買わへんかったんや。コンビニの方がええわ思って、ほんで近くの某ファミマに行ったらやな、全部ぬるいね。何ファミマやねん。じゃあいろんなファミマあるやん。 あるけど、いろんなファミマここもかって思って。もう何、冷えへんぐらい外が暑いってこと。いや、買ってんねやろ。買ってるか追いついてんのじゃ。ぬるい感じの。もしくはだからさきさんの指先がもうバカになってる。違う、まだ元気、まだもうまだ元気。いろんなもうなんかなくなってもうとるから。違う、まだ元気。そうだ、あるよあるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、違う違う。多いですよ。いや、何そんな分厚いここ。そうそう、だから暑いことさっても全然大丈夫。いろんなに入りすぎてもうてもバツイバツくなってもうて、全然冷たさ感じへん。あかん、もうそんな鈍ってへん。暑さも冷たさもね、感じ。違う、もう五軒やで、五軒。スーパーとコンビニ。え、ほんでどうやった。あ、これ冷えてるよ。そうそうそう、あんまあんまちょっとあんま握らんとって、もう冷えらねんから。もう冷えてるとこやった。もうでもな、コンビニがもう全部某ファミマばっかりやね。緑のばっかりや。そうだよ、この辺ファミマが多いんやね。でも多いですね、全然。もう最後の緑が、緑がめっちゃお客さんがさ、いっぱいおってさ、その人らが多分同じような感じやったよな。もうすごい長蛇の列でさ、みんな酒買ってて。そこは冷えてるから。そう、バカだけどね。いやいやいや、ね、たまたまそこが暑かったのよ今日は。外がね、外が。けどさ、このこんだけの科学の世の中でよ、外が暑いからうちの商品冷えませんわっていうコンビニあるかい。勝手にやろ、もうやってられへんわ。省エネかい。なんかみんなが もう飲んでええんちゃうかっていう。夕方夜から、クーラーの効きが悪くなるもんね、あまりに。そこは確かに、確かに。でも最近百貨店でヒヤってすんのないよね。あんまり冷えすぎない。昔のキンキンのやつはないですね。昔もヒヤって寒かったもん、昔。寒かった。そうそうそう、やっぱあの温暖化とかなんや、そういうのであれじゃないですか、エネルギーをちょっとケチってはるんちゃいます。やっぱ温暖化であれやから。ケチってはる、電気代をケチってはる。だいぶ変わってるよ。ちょっと変わってる。変わってた。違う、地球温暖化を止めるためにエネルギー省エネでちょっとクーラーの温度もちょっと高めに設定してるんじゃないですか。ここまで言わないとあかんかったのに、さっきはちょっと乱暴すぎた。そうだよ、すみません、すみません。なんか伝わらない。1度上げるっていうパターンのやつね。そうそうそう、そういうのやってるんじゃないですか。僕家はね、今ね、29度とかにしてるんですよ。ちょっと暑いでしょ。暑い。暑いでしょ。暑い。まあ、でも俺もちょっとおじいちゃんになってきたのか、寒くてね。もう27とかも寒いのよ。お風呂から上がった後、寒ってるともう一回風呂入ろうかなみたいになるのよ。だからちょっと殺すやん、皮膚がしなってんの。いやー、そうそう、だから28。それもさ、体脂肪がね、もうね、なくなりすぎてんじゃない。鍛えてるわけでもないやん。全然何も鍛えてませんよ。もういろいろ衰えてきてる。衰えてきてる感もあるね。多いやわ。多いや。多いやね。29度とかしても、まあ、ちょうどええなぐらいの感じ。29なんか考えられないことない。あ、けどそれは決して省エネとかそういうことではなくて。なくてなくて。29度がええ。フィットしてる、フィット。へえ、もうないわ。でも、こうハッと気づくと、あと1度で30やん。夏日やん、もう。もうそれかけんでいいやん。そうやん。つけんでいいやん。なんかね、それとはまた違うのよね。
扇風機、そう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 、まあ、確かに扇風機ではいいかもしれない、うん、なんかもわっとするやん、さっき変、いやもう29度もわっとしてるでだいぶ、うん、これ今涼しいの、これ何度ぐらい、これ、これで25、結構冷やすね、冷えてんのこれ、アホみたいに暑い人らばっかり言うから、あーそうやな、いやもう妖精さんたちもこちらもみんな暑いな言うてて、もうさ妖精さんって言うのやめへん、全然妖精ちゃうやん、だって前回の時にあんたかどっちかが言うとってんやん、おちょっとこう圧が妖精ってはもうすごいから、もう可愛げがないやん、この辺に泊まってほしいじゃない、いや案外妖精ってこんな感じなんですよ、見てみたことないです、そうそう、ないですないですないですからね、そうそうそう、あのティンカー全員がティンカーベルなわけない、そう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 、そうなん、あんなちっちゃかったり可愛かったりしないの、しないしない、だって人間もみんなそうやろ、そうそうそう、サイクもあるから、そう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 、人間って言ったらほらやっぱりモデルさんを意識しちゃうけど、ええわそんなもん、そういうことじゃないんですよ、あれそんなもんよくないやな、例えばだってさ人間っていう、あの、うん、じゃあ人間のポスターを作りましょうっていう時に、はい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 、はい、それは綺麗な人乗っけるでしょ、まあそうだね、でしょ、で登場人物人間ってなった時男前出すでしょ、まあそうだね、あ女前でもいいけど出すでしょ、出すね、出すでしょ、でそうだったら人間っていうのはそういうもんであるっていう思うでしょ、そうイメージですね、でも、ま、違うでしょ実際、うん、そうだね、そう千差万別ですから、千差万別でしょ、だからそういうことなんだ、ね、だからそう言われれば絵は妖精で知らないわ、妖精で妖精もこんなおんねん、もう俺らより誰よりも背が高かったりするじゃん、もう小松がもう妖精かみたいな、妖精はみんなちっちゃいと思いがちなのよね、思いがちなんですよ、自分よりでかい妖精もおんの、そうでかいな、嫌やろ嫌やろ、いやでも、うん、もう心底いい妖精やったらどうする、ソフトタッチに優しい、え、どういうこと、どういうこと、タッチしてくんの、タッチしてくんの、大きいけどだからすんごい大きいハイボレーみたいなもん、うん、そうそう、まあ、守ってくれんやったらいいけど、優しい、優しいしんちゃん大丈夫か、あの風貌やけど優しく、優しい、暑いな、27度の時ちょっとだけ温めてくる、うわぁ、一瞬からそっと、大丈夫、あげるから俺29に大丈夫、そうだ別に大丈夫してもらわなくてもまあまあそうね、妖精、まあ、あの人は妖精じゃないから、ほんま別に妖精やただのヒューマンですから、ね、ヒューマン、ヒューマン、かっこいいなそうなんですよね、まあこんなか、あの、そうですよ、これ誰か、あれですか、ロミソさんが、あ、ロミソさん、はい、はい、こんばんは、あ、いつもいつもありがとうございます、今日もありがとうございます、今日はもう、大手を振ってご挨拶できますからね、そうね、そうね、そうね、設定がね、いろいろそうなんですよ、どうもありがとうございます、すいません、ちょっとパイン言ってね、どうですか、オリンピックね、やっぱりオリンピックですよね、オリンピックですよ、オリンピックの競技を、はい、一種目でもいいから、テレビで見た人、お俺すごいんじゃすごい、響きこもりやたまたまね、見たんですよ、何を、すごいよ、俺金を見ました、え金を、金を見ました、え金オリンピックって意味分かってるよいやだってオリンピックってどういうものか分かってるよ大丈夫かよ、大丈夫かよ、大丈夫かよ、オリンピックって金を目指す、まあ、あの戦いなんだけど、ね、分かってる、金を目指す、バカにしてるやろ金、だって金言うてそんだけ聞き返されるお前なんだよ金メダルをね、取ったんですよ、日本が競泳の個人メドレーで、まあ、それもご存知ない、いや、じゃあ金と銅取ったやつ、そうそうそう、あれをね、たまたまテレビつけたら、うん、そのシーンやったんですよ、おうおう、それを見まして、うん、金と銅の瞬間を見て一緒に喜びを分かち合いました、誰と一人でそれ分かち合ってたわ、なんていうの、テレビと、あ、テレビと、あのご本人たちと分かち合ったってことよ、え気持ち悪いこと言うのですよ、もう気持ち悪いこと言うのですよ、ちょっと線量の高いんちゃう、高いかもね、ぼわっとしてるかも、おかしいわ、違うやん、インタビュー受けてるの聞いて、そやな、そやな、みたいな、そういう分かち合い、テレビに喋りかけて、まあ喋りかけてはないけど、うん、風に言うてよかったと思って見ました、苦労したやんな、みたいな、そうそう、全然知らんくせちゃう絶対知らんやん、そうだね、
知らん。初めて見たこと。どんだけ稽古してるとか全然知らんもんな、こっちにしてみたらね。お名前も初めて拝見しましたし、知らなかったんですよ。で、昨日の夜中に、ちょっと明日のトト姉ちゃんを録画しようと思って。真面目やな。やっぱりそこら辺が真面目やね。なんか今日真面目もう今日のテーマは真面目全然何よ。トトネージ僕毎日見てるんですけど、僕も見てます。あ、見てますか、見てますか。あれ面白いじゃないですか。で、朝の8時の一応起きてるんですけど大体、うん、ちょっとまあ一応とりあえず撮っとこうって毎夜中で撮るんですよ、うん、その時テレビつけたら卓球をやってました、うん、昨日、うん、ちょっとお名前を忘れましたけれども、うんうんうん、日本の方が、うん、戦ってらっしゃって、日本の方が、日本人が誰か、うんうん、日本のヒューマンと海外のヒューマンな性別もわからない。わかります。男性です。男性、めめめまんまんまんバーサスマンですよ。バーサスマン。あんた大学行ってたんちゃうの。神戸大ってそこそこ頭ええんちゃうマンバーサスマンマンメンマンメンマンメン多分言いたいのは分かったけど、なんとなくやっぱ設定温度おかしい。そうね、ちょっと高いかもしれないね。もうちょっと低くするわ。29は良くない。良くない、確かに。確かにつけんでいいっていうのはすごい納得した。つけんでいいな、うん、人1対1なんですけど、うん、買ってました。1対1対1ダブルじゃない、シングル、シングル1対2とかと思う。すごいやんそれ。ハンデありすぎやん。いや、それも昨日は買ってらっしゃって、うん、まあ、それはまだ2回戦とかやから、まだまだこれからですけどね。で、やっぱり見てて日本人、まあまあ、うん、ね、あれなんですけど、日本の方が勝つと、うん、やっぱり嬉しいですわね。ちょっとやっぱ応援しちゃいますよね。あ、まあそうですね。やっぱりあの皆さん頑張ってあるんで、うん、どっちが勝ってどっちが負けたとかもうあんまり気にせんと見みたいなと思うんですけど、うん、真面目やから、真面目や、真面目や、真面目やね。やっぱり日本の方が出てるとやっぱり日本人頑張ってほしいなと思っちゃいますよね。やっぱり応援しちゃいます。じゃあもう次も見る。2回ともたまたまつけたんですよ。俺、そうやん。だから自分から見ようとしてないよ。してない。トト姉ちゃんですから、僕は自分から見ようとして。トト姉ちゃん終わりで突然始まったしね。ああ、そう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 。ね、で、トト姉ちゃん、リアルで見てたらそのままオリンピック行く可能性もあるんですけど、僕、トト姉ちゃん録画で見てるじゃないですか。だから、うん、朝起きてへんから。起きてるんですけど、なんかその時、なんか別のことやってるんですよね。大体命とかで終わるよね。命、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 そう、命出る前、命、そうね、うん。うん、そうなんですよ。でもな、どうやろう、オリンピック何かな。水泳は面白いなと思いました。でも僕たまたま見たら金を取ったから、あ、金言っちゃったやん。そうそうなんか強そうなのよ日本の水泳の方々ね。え、うん、そうなんですよ。あんなん外人さんに勝てるんやね。そうですよ。だワンツーフィニッシュかって言ってたんですよ、その方。ねえねえ。でもたまたま、まあ、たまたまじゃないけど、すごい強いアメリカの方が2位に入ったんで1位3位だったけど、それでもすごいじゃないですか。ゴッてでかい人やったらもう絶対負けそうやもんね。そうやそうや。そんなんだってバシャーンやった時点でもう幅が違うかったらね。そうなんです。でもすごい個人メドレーってさ、すごいよ。バタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ、クロールなわけよ。全部やるの。全部やんのよ。せどうなんねやろね。あんなんね、こんなんで、そうあんなんで、あんなんでほら、かなりトーン蹴られたら、でっかいやつやったらトーン行きはるで。ね、2メーターとか3メーターそれに、3メーターそれ、それにごっつ泳いで勝つわけやろ。そうそうトーンなってる最中のちっちゃちっちゃい日本人。ちっちゃい。まあでも今は日本でもそんなちっちゃくないんじゃないですか、さすがに。そんなイメージ的にあれやけど、やっぱりガチでした。体力下がったよ。俺ら別に怒ってるわけじゃないから。なんかこっち焦り出してたけど今。なんやろ。俺らは仲間やからな。なんかなんかなんかね、すごい途中からビビっちゃうなって思ったけど。なんか俺なんかおかしなこと言ってる。大丈夫や。大丈夫ですか。うん、そうですね。あ、じゃああんまりみんなあれオリンピック見てないんだね。見てないな。テレビで何見てるんですか。トト姉ちゃんを見てる。僕トト姉ちゃんしか見てないわ今。トト姉ちゃんしか見てない。初めてのお使い出た。好きやねあんた。うん、好きね。俺見たことないな。俺も見たことないわあれ。見てみて。泣くんやろ。泣くよ。泣くか。泣くよ。なん
ところがやん。狙ってないところが。狙っとんじゃん、あんな。狙ってないよ。狙ってるやろ、カットしてるやろ、どっかかえカットしてようやったね、今度こっからね、言ってやってるやってる。え、子役？子役、子役、まあ子役。いや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 、役者じゃないか知らんけど。違う違う、もう違う。あ、パクっちゃったよ。違う違う、ちょっと待って、ほら、涙を返せ、もう違う。取っちゃダメでしょっつってね、ちゃんとレジ持ってる。え、取り直ししてんの？違う、え、違うで、じゃあ行くよっつって。あ、もう漏らししちゃったよ、え、違う違う、だってビニール破けてボロ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 落ちてんねん。そう、穴開けとくんだ。もう涙が、今時ビニール破れたらせえへんねん、こんな袋で。もそれをボロボロってやって、ええか思ってもう帰ろうっつって。ほらもう、ほらもう、帰っちゃダメ、帰っちゃダメ。じゃ拾ってね、拾ってんねん。拾って拾うところから行こうか言って、拾うところに涙を誘ってんねん。拾うできる、拾うできる、違う、ノーカット版も減らそうかじゃない。なこらなんか変な混ざっとって。違う、何を買ってんねん。何を買ってんの。あ、ポッケに入れない、ポッケに入れない。おい、こらもうしてないから。お母さん呼んでるもん、そこで。お母さん、鳥くんが、お母さんここ見てるからね。こら見てないね。寂しないから。おかんは家で待っとんねん、もう。真面目やな、さっき。真面目じゃわ、もう。人の涙を持って遊ばないで。いやいや、もうほんま、あんな下手なドラマよりよっぽど作られとるじゃん。作られてないわ。あれはもう純粋やねん。そうだ、そうや。見たことないからな、よくわかんないよね。絶対泣くわ、もう。絶対泣くわ、もう。ちゃんと見たことないな、結構。マッドマックスより絶対泣く。マッドマックスは泣く。ひとっかけらも泣かへんかった。まあ、マッドマックスは泣かへんかな。ひとっかけらも泣かへんかったわ。いやー。あ、そう、シンゴジラは泣くの？いや、1秒目から。そうだよ。泣くとか別にいらんねんね。いや、堀川くんは泣いたらしいよ。シンゴジラ。シンゴジラの後半はずっと泣いてたって言ってた。ただ、堀川くんも、まあ、カメラマンの堀川くんって言うんですけど、はい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 、ちょっとおか、類戦とかがバカになってた。もうなんか感性がおかしいところがあるから、うん、な、本当にな、普通の人が見て泣けるかどうかは分かんない。うん、え、そんなその感動的なゴジラじゃないみたい、聞いてたら。で、堀川君曰く感動したんだ。なるほど、感動。え、今回のゴジラはだいぶもうガシャンガシャンいろいろ潰す系のゴジラ。分かってほしいのが、俺も見てない。俺に聞かれても知らねえ。ごめんごめん、すっかり忘れてた。すっかり忘れてた。そうですね、それはそうです。そうね、そうね。で、たまにいいゴジラの時もあったやん。あれ、なかったんか。なんか叩くかやつがあるよ、ガメラ。そうそう、なんかキングギドラと戦ったりするやつ。そうそう、守ってくれるパターン。そうそう、悪者の時とさ。うん、そうですね。今回はそういう感動とかもなし。今回はもう徹底的に悪いみたいな。うん、ゴジラはね。後ろで妖精がうなずいてますから、ね、間違いないじゃないですか。妖精もガチで見てる。何回も見に行ったりしそうやん。妖精今日2回目見に行ったりって。2回目見ても面白かった。最高っす。最高最高です。そこまで言われて余計なんか信用できなくなるわ。2回も見るゴジラ。2回もマッドマックスは何回見たの。1回っす。あ、やるわ、1回の。へー、そうですか。マッドマックスもあんだけやって。え、あんだけ褒めてたのに。ちょっと変わるな。そうなの。面白かったけど。すごい褒めたじゃないですか。そうそうそう、よくできた映画やな。あ、そうそう、よくできた映画なんですよ、マッドマックスは本当に。いや、見てるよ。見たよ。見たよ。見て帰るだけの映画やろ。見てこいの映画でちゃんと脚本もよく練られてるしやね。見て、ほとんど喋ってなかったよ。そうやん、だからすごいんや。あ、それでってこと。それでってこと。なるほど。読んで2回。いや、なんかええことやな。それでってこと。じゃあ、初めてのスカイとかさ、その映画とか泣くのはありますけど、やっぱりそれに言うとオリンピックとかもワンワン泣きませんか。僕、オリンピック見て泣いたことは一度もない。うわぁ、すげえ、マジ。ないの。え、マジ見たことないやろ、ちゃんと。まあ、確かにな。まあ、次の日にダイジェストで見る。いや、おほー、
ダイジェストかよ。だってダイジェストっていいとこ取りちゃうもん。ユーだってそんな見てないんでしょ。もうミーも見てないけれど、ミーも見てないやろ。もう何、なんかちょっと突然違う立場になったけど、なんか実はね、僕今まではまあまあ見てたんですよ。あら、今年、うん、そうなんですよ、うん、今年からって今年はちょっとあんまり見る気にならんなと思って見てないんですよ。部屋が暑いから。いや、それは俺のせいよ、それは俺のせいよ、自分でやって。だからちょっと問題がいろいろあったでしょ。あ、ロシアのやつとか、その前にもなんかオリンピック委員会がなんか癒着やない。あ、東京五輪のやつ。東京五輪やったっけ。そうやで、癒着のやつって東京のやつじゃなかった。え、治安の話じゃないの。治安じゃなくて、なんかお金、IOC か、うん、がなんかお金でどうのこうのみたいな、ちょっと問題あったじゃないですか、うん、ちょっと前、うん、そういうの見ると、あれ東京やったっけ。なんか東京ないじゃん、うん、ちょっと見る気を。そうなんですよ、なんか、まあ、選手にはもう全くね、うん、何も責任ないんですけど、うん、ちょっとなんかなと思っちゃって見なくなったんですけど、うん、見るとやっぱり競技は泣くんですよ、ちゃんと見ると。泣く、どこで泣くの。なんかね、あのフィギュアとか、今夏ですからフィギュアないですけども、うん、フィギュアとか見たら泣きません？泣く。フィギュアって泣きます。いや、すごいなとは思う。あんまり見てないな。え、めっちゃ回るわー言って泣いたりする。そうそうやね。え、回るわって泣くの。合ってた。そんな感想は持たないんですけど、くる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 って回ってる時にも泣いちゃったりするのよ。あ、それが堀川くんと同じかもしれん。堀川くんがゴジラで泣くのと同じパターンかもしれん。やば。自分が回ってるわけでもないの。回るか。なんでオリンピック見て自分回るのよ、おかしいやん。自分が回っても泣けへんやろ。そうやろ、逆に言って。あ、回れたいって泣くかもしれんけどな。回れたい。いや、回れたい。あ、回れたいって。お母さん見て回れたみたいな。そうなの。違う違う違う、そうなんじゃないですけど、なんかやっぱこう頑張っ、すごいやん、頑張り具合が。いや、それはすやろ。それを目の当たりすると泣いちゃう的なのがあるんだと思うんですよ。それ堀川くんと一緒かもしれない。ほんま、そんな頑張ってる。シン・ゴジラ最初の、そんな感じやったと思う。ああ、撮影隊がよくぞここまでやったなみたいなのりの、そう、裏方的な。あ、そうそう、あっち目線で考える。一緒やんか。裏はでも、表の人が頑張ってる。裏方とこまではそこまで深く考え及ばない、分かんないからですけど、うん、その人がくるくる回ったらもう別に怒ってないから。ちょいちょい気になるね。ちょいなんかそんな不意焦り出しはるから。そうだよ、なんか怒られてる感が。なんか今日はね、なんかちょっと俺楽しく喋ってるつもりやねんけど、怒られてる感が否めないですよね、うん、はい、そうです。あ、そうですか。あんまりじゃあスポーツとかで泣いたりしないです、うん、いや、ないっすね。本当、何で泣くやろ。高校野球とか昔泣いとった。あ、でもね、高校野球は最近なんかアメトークかなんかでチラッと見たら、うん、あ、なんか聞いてた物語があるんやっていうのは分かった。何年越しの物語が続いたりしてる。あ、なるほどね、はいはいはい、あっこの高校は昔こうやってとかいう流れがちゃんとあるんやと思うと、まあね、そういうのはなんとなく。でもほんま知らな、分からんよね。そうそうそう、そんな知らん、知るのはなかなか難しいしね、そんなに皆さん分かってないと思います。やっぱスポーツ系で泣く、泣くことは多いですね。そうなの、結構泣く。うちお使い系で泣くからさ。あれほら、お使い系とかなんかある。例えば俺が買いに行っても泣いてくれる。山のピュアじゃない。ピュアじゃない、うん、あれカットで言ってるから。違うねん、違う、もう客室すんなもん。違う、やってないからもう。やってな
ないねん。ようできてる。できてへん。ようできてる。あれ違う違う、あれはドキュメント。編集がすごい。すごい編集してへんか。いや、してるけど。してるやろ。してるけど、そういう編集じゃないねん。最近ドローンとか使ってるもんね。へえー、マジ。ビューンってこうカメラが回っていく。ほんま。って子供やってんじゃん。してないね。子供がこう田んぼで。はい、というわけで今から買い物に行きます。なんてそんなトークさえ渡ってんねん。もうおかしいやん。素人やのに。うん、違う、田んぼの汗道こうやってやってて、一生懸命歩いてるところをこう、ドローンがピューって抜いて、もう、あ、こんな広大な田舎道を一人でまた歩いてんねんなっていうのが、はぁ、すごいなっていうね。ねえ、それは感動したらあかんのか。いいよ、全然感動して、そんなドラマ見たって、ドラマ見たって感動することあんねんから、別に作られてたって、かまへんやん、感動すんの、全然。だから、全然いいよ。そう、そうや、感動は大事やん。大事、感動したらいいよ。感動は大事。感動してくださいよ。何で泣くかな。何で泣くやろうな。一番泣ける映像は何ですか。映像、映像というか、うん、映像にしようか。映画、映画とか、映画ね、ドラマとか。一番これは今でも泣くまんないうのはおまっか。いや、涙腺はもうあれでしょ。だってもう年取れば取るほどバカになってるでしょ。バカだって、だって映画の予告編で俺めっちゃ泣けるもん。あ、予告編でめっちゃ泣けるで、もう見た感じになってるもん俺。なるよね、うん、映画の予告編はね、うん、いやでもそれ映画によるよね。あ、もちろん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 。なんかディズニーとかも、はいはいはい、予告編でもう泣けちゃうやんか。ね、ジブリとかね、ジブリとかね、はいはいはい。あれ違う？いやいや違います。今実は何か思い出したんですよ。まあスポーツはほ、あのしつこいようですけど、ほんま泣けるんですけど、うん、映画とかでも泣くな、やっぱり。あ、ドラマ僕泣きます。あ、ドラマね。トト姉ちゃんとかそれこそ泣かない。トト姉ちゃん泣く、これ3日に1回ぐらい泣いてんな。それちょっと泣きすぎちゃう。え、トト姉ちゃんって泣く。え、なんか最近も泣きましたよ。何、どこで。あのほら、片桐はやりさんの家に行って、はいはいはい、あの模様替えするじゃないですか、うん、あ、見た見た、うん、でその時にはやりさんと旦那さんが、うん、幸せになってお茶にしようか言って、今までそういうことなかったけどお茶にしようか言って、うん、どことかで泣きました。あれ、これはちょっと怒ってるわ。いや、いい話やと思う。いや、でもいい話やけどね。俺 朝見てるから無理やわ。いや、俺は朝見てるんだって。いや、ほら、さっき録画して見てる。録画してるんですけど、8時に座って見るのがちょっと、あのなんかしてたら、うん、中断するのいい。シャワーとか浴びてたりすることもあるから。そりゃそうやろな。そうだから8時5分とか。エデンで浴びてても、エデンで。いやいやいや、シャワー聞いてないから。みたいかんなって言うてるよ。あみたいな様子が洗濯したりさ、洗濯したりする時にみんなしてるし、そうやんか。だそこで中断せんと、その中断して8時から見るってことせんと、例えばそれが1段目で8時5分から追っかけ再生したりして見てるわけよ。あ、で朝には見てんだよ。自分の落ち着く、まず落ち着く時に一応一番初めに見てる。そう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 、なんかやりながら見たりとかしてないけど、そので朝だから見てて泣きますよ。朝でも。朝全然泣く。朝から泣けるのはすごいな。もうぼーっとしてない。朝ね。もう俺あの。あ、けど年寄りやわ。なんか朝もう年寄りやわ。そうそう。だって朝早なったもん。年取って。あ、そうやろ。うん。そうやんな。朝、うん、はね。俺6時ぐらいに目パキって。早いね。早いね。二度寝するけど。うん。そうそう。うん。もう昔みたいに9時とか10時まで寝られへんもんね。寝られへん。あ、寝るにも体力いるんやって。そうなんやな。ああ、そうなんよ。どん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 もう衰えていくよ。そうやね。寝返りテレビでした。さよなら。いや、わー、おいおいおい。まだもうちょっと頑張ろう。まだ頑張ろう。ここで終わってたらおもろかったのにな。年寄りで終わるって感じ。シュールすぎや。うん。そうですね。いやでも海にね、今年も行ったんですよね。あ、そうね。海もね、だんだん入れんくなってくるよ、年行ってきたら。
ほうほうほう。そういうこと、水着を着て海に入るってことができたっていうか、もう塩水が痛なってるってことなんですなんかね、入って泳ぎんかもしれんっていう人らが多くなってる、うちらの年代の人は。もし今海に入っても浮かぶんかとか、泳げるのかと、浮かべるのか、あまりにも入らなさすぎて、お前浮かべるのかと思うわけやね自分が浮かべるのか、浮かべるのか俺はもうなんかどんな感覚やったか忘れたって。あ、けどわかる。だって泳ぎに行かへんもんね。え、もういつから、いつからザブンと入ってんの。いや、俺も10年以上だった。僕もですね。下手して20年入ってない。プールにすら行ってない。プールも行ってないですね。じゃあもう自分が浮かぶのかっていう。そうそう、お前浮かべるのか、浮かべるのか。もう猪木さんに叩いてほしいぐらいいや、ほんまやで。いや、ほんま、それはもう無理ですね。もう、ほんま20年ぐらいもう水に入ってないですからね。うわ、かわいい。お風呂には浸かりや。お風呂は浸かりや。そこ、そこ。いや、なんか浸かってないうん、お風呂は浸かりますよ。まあ別にあれ浮かばんでいい。浮かばんでいいですからね。いや、けど行かないっすね。海行ったら毎回泳いでんの、さっきの。もう、いや、だってシュノーケルが。ああ、そっちか。楽しそう。もうテーブルサンゴがあるところに行くから。テーブルサンゴなんですか。サンゴがテーブル状なんだ。もう、バーっと、もう、こういう感じで、ね、魚がこうやって泳いでくるのか。これがサンゴやで。これがサンゴ。海底。想像ができるかどうかわからないけど、これがサンゴやで。こう、いろんなカラフルな魚がいる。テーブルサンゴ。これは何やの。テーブルサンゴ。これもサンゴかい。サンゴ。そんなにテーブルいらんけど。いや、でもテーブルサンゴは広い。広い。広い。それは海底にあるってこと。海…え、浮いてはないよ。え、何？え、海底にあるの。そうそうそう。海底？え、どこにある。海上にあるの。テーブルサンゴ。いやいや、海底にあるんですよ。海底にあるけど、海底にこうやって浮いてへんわ。浮いてみんなそこにそこにこうやってこうやろ。そうやな、こうやろ。いや、でもちょっとこう盛り上がってるか、こんな感じ。いや、ここは庭、庭。そんな細かく言わなあかんか。いやいやいや、わかりますよ。あ、そういうの見に行く時は泳がない。泳いでて、こう潜ってこの辺までこう魚見に行くわけやんか。この潜りも、もうどれぐらい潜るの。やるの、そんなにこれしかついてへんから 2,3 メーターぐらい。 2,3 メーターぐらいちゃうかな。これはさ、僕いつも不思議に思うんですけど、これはどのぐらい長さあるんですか。どれぐらい、それは、そうやね、2,3 メーターあったらずっと生きてくる。そうや、こんなにこれぐらい。え、こんなんさ、いつ使うの。もう水や、めっちゃ使ってるやん。いや、だからこういう状態やから。めっちゃあるから身長より高い。絶対高い。これうちやとしたらこうなってるから、この海面、あの海の中こう見てるときにさ、これがピョコンって出てるから、顔いちいちこう息継ぎせんでいいわけやん。でもさ、あんまり長くないでしょこれ。そんなに長くないやん。ほら、海面がこうあったらこの辺におるってこと。そうね。そう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 。この辺ではもうこれ全然よ。いや、それは潜るやん。そこはもう違う。そこはもう違う。あ、こういうことや。ほんで、こう見てて、あ、魚おるなって思ったら、その時は潜る。あ、こう行く。ほんで、上がってきた時に顔を出さんとこからピュッて出す。あ、だからあれやわ。あの、なんやろ、銃口みたいなもん。重厚？あのほら、ピス、なんやこんなやつでこうやってゴルゴ30がこうやって狙い定めるやん。これの状態やん、だから。で、打ったら潜る状態やん、バーンって。俺の例え絶対やん。もう分からん、もう俺も分からんね。今の時間返せって。ほんま、もう自分の名前すら忘れた。行方不明になったもん。今日抑えてるよ。親の顔忘れましたもん。どうした。あ、なるほどなるほど。じゃあ、あのこれはもうほんま解明すね。これは何だ。これは解明。これは解明。解明やで。カメラに向かってこうやったら何にも分からへんやん。解明がこうやとしたら、このぐらいの間でってことだね。
あ、そうそうね、これがピュッて出てる感じ、普通に泳ぐ感じよ、普通に泳ぐ感じで大丈夫ぐらい、なるほどなるほど、だってこれがなかったらいちいちこうやって上げなあかんよ、そっかそっかそっか、そっか、でずっとそれを見ていけるなるほどなるほど、僕らあの回転にギュー行く時もこれなんか用を足してんのかなと思ってたんですよ、でもね、でもね、そのふって息止めてギュインって下がって上がってくる時に顔はこれせんでもいいね、ついたままでプシュっていけるからすごい楽よ、ふってやったら水がピャって出てくるはず、そうそう、出てくるはず帰りますわ、出てくるはずこれ間違ってふって吸ったらもうこれゴボゴボ入るようにはなんで吸うの、なんかこれコツがあるよね、きっと僕やったことないですけど、多分難しいんちゃう、失敗したことあるでしょ、ないそう、ビギナーの時に会話終了ビギナーの時あるでしょ、ないよってやったことない、ない、俺はあるな、えやったことあるの、あるな、あ、僕昔やってましたよ、え高知県民でしたから、だから、あ、そうか、海の男や、海の男やから、海の男ですから、いや色だけは黒いだけですけどねいや、やってますよ、あ、そう、へえ、いや、楽しいわ、ほんと、それ、綺麗、見るってことがあるんですよね、うん、そうそうそう、うん、あれはね、けど、あれがあるだけで全然楽しい、これが、うん、ほんと全然違う、へえ、あ、そうなんだ、あの、この足ヒレとね、フィンとね、はいはいはい、それやったことないわ、フィンがもうバッサバサ来るからめっちゃ速い、あ、ほんとバッサバサ来るから速い、これがそれも持ってくるみたいになってあるやん、今なにこれ、フィンがバッサバサが来るから速いねって、そう、あれフィンに追われてるから速く行くそういうこと、あ、そうね、うん、いいな、そうそう、けどフィンはね、僕もやってみた、いやー全然ちゃうよ、あ、そうなん、足でやるよりかはすっごい進むんや、めっちゃ進む、あ、いやー、あれはもうあの衰える前にいっぺん潜ってほしいね、いろいろ衰える前に、うん、もうだってさ、実家にこの前久しぶりに帰った時に自転車がなかったの、はいはいはい、もうさ、親もお母ちゃんももう乗らへんねんよね、チャリをね、チャリを、はいはい、昔は立ちこぎとかバンバンやってたのにさ、うんうん、立ちこぎね、うんうんうん、ガンガンこう言ってたのに、うんうんうん、わ、そういうことか、まあ、思うとやね、そうですね、はいはい、それはもうありますよね、いやでもそれはもうね、うちらもいずれってなると、そうです、一緒です、一緒です、じゃあ海も今のうちに潜っとかなんて思うやん、ね、うんうんうん、これもそらからも飛んどかなみたいにも思う、そらそのなんていうのか、なんていうの、スカイダイビング、いや俺もちょっとそれはやってみたい、え、ダイビング、うん、ダイビング、え、スカイダイビング、スカイダイビング、だって海潜んにやったらスカイダイビングしたいとか思う、全然ちゃうわ、俺両方やってみたいな、あ、そう、うん、え、ダイビング、うん、やってみたい、あんな自殺と一緒やん、ちょ、待って俺から言われてる、海の中入るやつかって言ってたらと一緒やわ、そんなもん、なんでやねん、そういう自殺やないか、そんなもん、あれはな、たびたび思ってたけど、あれ自殺と一緒やで、いや、どう、あとちょっと思ったんやけど、これにはもう一切触れずに行こうとしてる一応ね、いや俺は別にええやけど、せっかく持ってきたやつこれ触れてた方がええやないあ、さっき触れたんだ、あれこれ始まる前やったっけ、そうやねん、あ、そうか、うん、いやだから始まる前にだから、うん、エロ動画ってどうやって見ますっていう話とこれですよ。おい、マジでかっていう話です、あー言っちゃったねで、春郎さんはエロ動画をあの飛ばさず見るよっていう話をして、春郎さんは真面目だねっていう話をして、あっちの話が盛り上がりすぎて、ね、盛り上がりすぎたね、そうす、飛ばさないっていう、そうそう、エロ動画を飛ばさないんだよ、もう真面目だよそれは飛ばだって分かんないじゃないですか、その飛ばし主要層みたいなものそんなのそうなんですよ、そうそうなんですよ、だからあの1回目視聴なんですよ、1回目の1回目はね、1回目は視聴なんですよ、真面目やな、だから2回目ならあかんのですよ、毎回2回目でも飛ばしますよ、まあさすがに、
あ、シチュエーションを知ってるからね、あの物語が中に入ってるからね。せんここはいらんわみたいな、いらないで、とこはとかします。いやでも1回目にしっかり見てんやん。見てるんです、見てる。そこではでも何も起こらんの、見るだけなんです。あ、そっかそっか、そうだよ、そっかそうだよ、そっかそうだよ。あ、なるほど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 。そっかそっか、そうそう、本番じゃない、そう、本番じゃない、本番じゃない、もうよっ、リハや、リハやる、リハで、ゲネプロで、ゲネプロ、ゲネプロで、いや、ゲネプロやったらあかんやん、ゲネプロで失敗しとけって言うじゃないですか。あ、そういうことか、女子も見てんねんが。そっか、女性はやっぱりその動画とか見ないよね。けど最近アーマンとかでついてくるやんか、エロ DVD みたいなんだ。あ、見てんの？え、マジで？いや、あれなんなんやろ。いや、俺もその買っただけで結局その DVD 見てないんやけど。え、どういうのがついてくる？ How to みたいなのがついてくるらしいですよ。 How to みたいなの。 How to みたいな。なんの How to よ。ほら、もうどのあたりでしょ。ちょっと歯出とったね。嫌味っぽかった。シェイク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 。そんな、なんそんなビタウトゥーがハウトゥーで、これに触れんのかい。これに触れんのかい。これは何ですか。うん、プレミアム。あのちょっとあのこのプレミアムのロゴがモルツっぽい感じ。サクさん一本もらっていい。え、どれ、ああ、言うんだ、うん、あ、飲み物かい、それじゃなくて。全然普通。あ、こっちでよかった、うん、うん、今もめっちゃ放送事故みたいな。うん、いや、僕これはもういいです、はい、ありがとう。じゃあ、これを食べてみましょうか。もう僕無理ですよ、これは。まさかの距離。だってチーズなんだもん。あ、そうかそうか、チーズじゃない。でもさ、うん、ピザのチーズは食べれる。食べれますよ。だこれもう一回焼いてある程度考えたら、いやいやいや、これはでもすごいチーズなんですよ。あの、いや、ピザのチーズも大概すごいチーズ。食べたことある。これもうとりあえず紹介しようや。はい、うまい棒のプレミアムモッツァレラチーズ、じゃあ何つった何つった、モッツァレラチーズ&カマンベールチーズ味ダブルテイスト、大人買いにしちゃいました。ここに10本あるんですよ、これが、うん、大人買い。そうそう、これが1本100万で考えたらもう1000万ですからね。プレミアムだね。何で10本買ったのさっき。これ美味しい。まとめて売ってて、あ、袋に入ってまとめて、うわー、プレミアムって、すげえ。何が。もう絶対無理。そんな、うまい棒のね、チーズ味はね、チーズ嫌いにはねちょっと無理なんですよ。全然美味しい、めっちゃチーズ。おお。何やねんそれ。ピザもチーズもチーズやんか。お手上げ、これは。ああ、そう。ピザのチーズはね、チーズの匂いがあんまりしないで。食べたら大丈夫やで。いやいや、もう。おお、やけど。でもチーズ好きな人もたまらんと思います。まあそうでしょ、もちろん。チーズかって別にクンクンしないと食わへんからね。ああ、そうか。うん、でも食べたらやっぱり広がるじゃないですか、香りも。ほんま好き嫌い多いよね。なんかね、多いということが分かりました、最近。最近、うん、あんまりそんなないですって言ってきたんですけど。いやいやいや、めっちゃ多いでしょ。多いなと思いました、最近ね。チーズとかね。好き嫌いないの。ある、めっちゃある。あるよね、チャーハンね。何何、キュウリとか、あと海鮮の生もの系がちょっと弱いですね。え、ほなお寿司とかあるの？ね、食べれるネタと食べられへんネタがある、ね。光も
吹き替えもわかんない。あ、柿の葉寿司とかがわかんない。何が柿の葉寿司やねん。柿の葉寿司くるまってるだけ。どういうイメージだったの最初。なんかもうちょっと可愛らしいだけ。美味しそうに食べるやん。柿の葉寿司を食べる人は大概美味しそうに食べる。いや美味しいもん。好きで食べはるからね。うん、で大体1年に1回、そんなに美味しそうに食べるんやったら食べてみようかなと思って食べてみてるーってなることが大体。あ、そ、あの上に乗ってる魚なんか、あ、かん、生臭い感じかな。そうキュウリも生臭いって言われるもんね。キュウリはメロン味でしょ。じゃあメロンや言うてキュウリ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 動揺し動揺し、お前一生メロン食うなよ。だってカクテルとかでもね、メロン味だとか言ってキュウリのスティックとか入ってたりする。あ、そうそう、へえ、なんかそのメロンすごい騙されっぷりやな。そうやな、さっきやん。だからキュウリさ、知らんけど聞いてきたやん。そういう作るこじゃれたとこにこじゃれたとキュウリ入れてる、キュウリ入れてるカクテルあるじゃん。そんなキュウリ嫌いない。キュウリ入れてケツかんねん。いやさあ、おしゃれな感じで、おしゃれな感じで、そうですか。キュウリ美味しいやん、漬物。あ、漬物はあかんよね。キュウリの漬物は僕大丈夫ですけど。あ、僕もいきます。キュウリの漬物はって何よ。はって、キュウリの漬物いけん。キュウリのキュウちゃんいけるよ。キュウリのキュウちゃんもいけるし、あの、ね、実はね、そこら辺がだいぶ曖昧になってきて、はいはい、キュウリの浅漬けはほら、ごまだれで食べるやつあるやん、最近。キュウリほら、パリ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 適当にやってペッてやって居酒屋ああ、闇付き。あ、あんなん大好きですよ。大好きなの。よあんなん、めっちゃキュウリ。俺に言わすとね、俺に言わすとあんなん大好きです。大好きなの。めっちゃキュウリやん。めっちゃキュウリ。え、普通のキュウリにつけただけよ。何にもつけへんキュウリが嫌ってこと。そうだなと思うわ。いや、それキュウリ好きやって、うん、告白しようかな。じゃあ、おぉ、してみて。向こうの気持ちはあると思うよ。俺は好きかもしれないけど、あいつ、あいつ、いや、大概脈あると思うよ。言わな伝わらへんよ、言わな伝わらへん。大概こいつ脈あると思うんだよ。そうや、大体そうや。マジで。めっちゃ言ってみよう。言ってみようよ。いや、かんちゃう。いや、そこは、怖い子や。何の話やね。キュウリ。いや、でもなんかね、あの、そうですわ。だから、あの、酢のキュウリがあかんのかな。もう今や酢のキュウリも食べれへんことないんちゃう。そうなの。うん、あの、スティックサラダのキュウリも最近食べれるようになった。全然嫌いじゃないです。でもね、ほぼほぼキュウリ。キュウリと、何をあえたらあかんねやろ。いやうん、気になるから入れんといてって思うことすごいよね。お寿司とか巻き寿司とかでさ、キュウリがちょっと入ってたりするやん。いろんなやつらと、いろんな友達とプラスキュウリみたいなの入ってるやつは、ごめんお前だけはごめんって言って出して食べたりする。お前だけは好きやけど、いろいろそうやね、それで来るとお前嫌いやん。ね、お前と他の人が絡んでるのは見たくない。あー、よっぽど好きなよ。だいぶ好きや。よっぽど好きだ。俺嫉妬しちゃう。嫉妬。もうお前はそこにおったらいかんやろ。俺嫉妬してたの。嫉妬や。囲いたいね。囲いたいね。ほぼほぼ好きやね。マジか。うん。乱行だと思ってたんだな、俺。それが。ああ。お前な、誰とやってんねん。誰とやってんねんっていうことなんですよ。けしからん。俺だけの。お前。もんやろ。ああ、だから嫌いやったんや。そうや、そうやわ。いや、告白したな。また戻ってきた。いやいや、そんなことないけど、なんかあれだけやったら食べれるけど、混ぜたらあかんわ、ってそんなないか、この話。逆に混ぜたら食べれるみたいなのはあると思うのよ。ああ、まあそうや、ね、だ俺のチーズはそっちなんや。ピザになったりチーズケーキになったりすると食べられんやけど、チーズ本体はめっちゃチーズやん、あれ。それはね、チーズ嫌いのものからしたらちょっと違うのよね。ピザのチーズはチーズでしょ、あれ。まあチーズですね。それはもう誰も走ったよ。言わないよ。チーズがないとは言わないですけども、ちょっと違うのよね。さっきはないの。ない。好き嫌いないの。ない。はあ、すごいね。
ない。全然ないよ。全然ない。そんな人おる？いや、昔は小さい時は嫌いなもんあったよ。うん。けどさ、好き嫌いがないっていうのはどこからスタートなんやろうね。だから、その一番何々がとか分からへんやん。なんやろ、例えばさ、じゃあ釘食えるんけいう話になるやん。ざくっと言うとね。おうおうおう、じゃあお前釘美味しく食えるんけとかいう話になるやん。はいはいはい、そう、まあ、そうやな、そういうことで。虫とかもあるやん。そうや、虫でしょ。虫って食べる文化もあるやん。うん、そう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 、珍味的な、うんうん、そういうはいけんのかみたいな。そうイナゴとかは普通に食べたりするやんか。だけど僕昔食べたよ、イナゴ。うん、なんか近所の子供、俺も子供やったけど、近所のおばあちゃんが佃煮にしたイナゴは食べましたよ。それは食べんねや。うん、全然聞いた。なん、おお、なんおー、南の王と書いてなんおー。ないな。我は南の王、なんおいや、それは食べんねやって。うん、そういうのはいけるか。あ、でも、あの、もうそんなあかんね。そんなよテレビで見る外国でなんか高め食うやなんやかんやいうのは無理やと思う。あのスズメとかは、あの鳥とワニとか。俺はか、あのほらスズメ食べはるな、京都の人は。京都の人食べられへんよ。何、やめてよ、食べるわけないよ。なんか京都の人はダメダメ、スズメをとって食べるな。食べるか。怒られんだよ。なんか中華街に入ってスズメ焼いてそのまま食べたりしてるとか、なんかそんなあるんじゃない。え、あの、なんかない、あのほら菊根神社ね。え、あのスズメね、食べたら、スバタ焼き言うて、俺あれは無理やわ。いや、俺も無理やって。いやいや、無理無理無理。京都の人は怖いな思ったの。え、全部何してんの。いやいやいや、せえへんよ、せえへんよ、そんなもん。僕も食べたことあります。えぇ、どうやった、どうやった。骨ばっかりです。あ、うわ、でも普通に鶏肉っていう感じ。いや、肉ないです。あ、肉ない。え、みたいな、あの骨かじってるみたいな、骨髄の味みたいな。あ、でもだし、だしが効いてる感じみたいな。軟骨的な。あ、いや、ゲテモンとかって言ったらそりゃ好き嫌いないかいとあるけど、ノーマルなやつで普通にスーパーで売ってるような、ね、食材やったらもう何でも食べる。何でもね。昔めっちゃトマトあかんかった。ああ、ほんと。もうそれを克服したから、あ、うん、嫌いなもんいけんな。昔トマトあかんかったけど最近克服したな。ある日突然よね。いや、あれもな、俺老いやと思うね。老い、なんか嫌がってた感覚が多分麻痺してるって。1個の味覚の嫌やなと思ってた味覚が多分 ないことになってもうてるね、俺らの、うん、出っ張りが。え、じゃあ最初からもしかしたら好きやった？そうでもない。じゃない、あの最初は嫌いやったんやけど、うん、その嫌いやった要素を認識する能力がなくなってるのよ。衰えで。そうです。うわな気がする。感覚がね、鈍ってきてんやと思う、うん、昔はもっとこう A ビンっていうかね。そうやね。だからさきさんがほら指先で温度が分かんなくなって。違うね、あれは。言うやつ。ほんまにぬるかってん。ぬるかってん。僕も石やのに。ぬるかってん。マジできなくなってるのと一緒ですよ。だから下もほら、あの感覚おかしになってるから。下の感覚がおかしい。冷たいっていうの分からへん。違うね。ぬるいって感じんのよ。夏が。で、純郎さんはあの肌でぬるくさが分からなくなってるっていう。ちなボロボロやん。それはある。そう。それはある。俺は認めるよ。俺は認める。おいで、あの、かっこいいな、体感が、かっこいいな、鈍感になってるのは認めるよ。かっこいいな。だからさっきはもう認めるべきちゃうか。いやいや、だって、ほんまにぬるかってもう。なんや、この言い争い。置いてきたところ申し訳ないんですけど、そろそろ時間が、はい。もう見のない話ばっかりや。全然喋ってないや。あ、なんか宣伝とかしといた方がいいんじゃないですか。ああったら、あったら、あ、そうね。いいですか。はい。今月ですね、8月26、27日、京都でですね、ハヒフノカプレゼンツムーンライトクラブというのをね、もう7回目、シリーズもで7回目なんですけど、やりますんで、モダンタイムズというライブハウスやりますんで、ぜひ見に来てください。うん、
はい、あといろいろあるんですけど、あの12月3、3日、4日にですね、はい、京都のロームシアターというところで僕が初プロデュース公演をします、はい、作品にチャンハンランボを迎えて、はい、そしてあのラジオ DJ の谷口清子さんを女優さんとしてお迎えをいたしました。坂口、坂口修一さん、坂口修一君、木内義和さん、うん、とね、ベテランばっかり。そうなんですよ、ベテランばっかり、大変。場所は、場所は京都ロームシアターというところで12月3日4日、1234と覚えてください。1月2日3日4日じゃないですけどそこ間違いないね。ややこしいでしょ、それを言ったことでね、分かってよかったのに、ね、年内と覚えてますね。それ年内って覚えてます、年内と覚えてます、年内まだいっぱいあるなので、はい、それもぜひよろしくお願いします。はい、はい、私はですね、宮ヶ崎一人芝居全国ツアー、今週末がですね北海道編ということで、京文演劇フェスティバルに、エントリーしました、予選が13日の6時からで、取りましたら次の日の本戦に出れるということなんですけども、まあ、どうなることやらということで、うん、あとあの10月は秋の東京編ということで、またまたあの東京の方にお邪魔させてもらいます。はい、もう今年は結構一人芝居祭り的な感じでどんどんやろうかなと思っております。はい、おい、僕は別に何もないですね、頑張りますすごいのよ、なんかね、今月だけでね、チラシがね、8本ぐらい作ってる。忙しいよね、あのね、ノイローゼみたいになってる。すごいね。そう、すごいっすよ。それ東阪、東京と大阪両方かな。あ、それだからちょっとあの小劇場が祭りになるかもしれない。すごい、チャーハンラボ祭りでございます、ね。ぜひそれも劇場でお見かけしていただければと思います、はいはい、次回はまたいつもの2回でテレビになると思います。なるということで、はい、またあの磨くこれみんなどっちがいいんやろな、ね、どっちが見やすいんやろね、見てる人は。やってる会話は大して変わってないから。そうなんですよね、うん、でも設定守ってますよ、ね、守ってるね、向こうは守ってますよ、うんうん、そうね、一応設定がみんなあるんですよ。あるんですね、はい、それはおいおい分かってもらえたら、うん、おいおい分かってもらえたら、いやだって初めて見る人は何のこっちゃ分からへんからね。そうそうそう、おいおい分かってもらえたら、そうそうそう、見てもお楽しみということで、じゃあちょっと妖精さん、はい、妖精さんでした、はい、はい、いつもいつもお世話になっております、妖精さんでございます、修郎さん、妖精さんでございます、妖精チームです、妖精チーム、はい、この方たちに作られております、はい、はい、というわけで、はい、はい、では、はい、そんな感じでございますかね、はい、今日の番外編相変わらずでしたね、はい、まあいいじゃないですか、まあまあまあ想定内ということで、そうそう、もう無理しない感じでいいんじゃないですか、はい、そうですね、はい、じゃあ、はい、シンゴジラ見てね、そうなんの、ほら、たきさん、ヨセさん喜んでる、ヨセさん喜んでる、わお、これでワーニングです